七つ割り丸二二因追っかけ五枚銀乱。片岡二三右衛門は、歌舞伎役者の名跡。矢号は、初代と二代目は、不詳。三代目から五代目までが、土佐や六代目が、不増や七代目以降が、松島や七代目以降の縄文は七つ割り丸二二因。かえ門は追っかけ五枚銀乱。遠方年間に活躍した、若尾山、豊島春之丞の弟。 片岡二座衛門を初代とする。当代で十五代を数え、情報系の名跡では最も歴史のあるもののうちの一つだが、初代から六代目までと、七代目以降とでは、系統が全く異なる。また前者には、二座衛門の名跡を預かりながら襲名することはなかった。預かる名跡が三件、ないし四件あり、後者には生前襲名できなかった。 二座衛門を死後に送られた、追蔵名跡が2件ある。したがって、片岡二座右衛門を実際に襲名したことが、確実なのは、初代、二代目、七代目、八代目、十代目、十一代目、十二代目、十三代目、十五代,代目の9名となる。初代、片岡二座右衛門んと吉間春の城の弟、1656、1715年。 山下半左衛門の門人、藤川伊三郎初代、片岡二左衛門二代目、片岡二左衛門初代の子、聖没年不詳。創生、片岡三平初代、片岡沙田尾二代目、片岡二左衛門和三代目、片岡二左衛門初代の妹婿もしくは、義弟聖没年不詳。初代、藤川武左衛門の門人、藤川茂衛門が、 二座右衛門の名跡を預かっていたものとして、これを三代目に当てている。初代、藤川貞三郎、藤川茂右衛門殿四代目、片岡二座右衛門あず三代目の養子。二代目、藤川貞三郎が遠鏡四年冬に、二座右衛門を襲名したと伝わるが、詳細は不明。間もなく、役者を廃業して、狂言作者に転向し、藤川茶谷を名乗る。 その後法暦5年には役者として舞台復帰したというが、その際の名乗りも不詳。また茶谷家門も名乗ったという。この四代目二座家門も実は二代目、藤川貞三郎が二座家門の名跡を預かっていたとする説もある。なお藤川茶谷の皇帝に狂言作者としては師匠よりも大成した藤川三八がいるが、この山八の実父は茶谷の養父である。 藤川茂雄右衛門という関係にある。藤川忠松二代目、藤川貞三郎つて四代目、片岡二座右衛門、藤川茶谷不祥よ五代目、片岡二座右衛門四代目の養子、生没年不祥三代目、藤川貞三郎が、二座右衛門の名跡を預かっていたものとして、これを五代目に当てている。山本七三郎、山本七蔵三代目、藤川藩三郎よ六代目、 片岡二左衛門仙台との関係は、不明、173189年。三保騎士七太郎の門弟へ、二代目三保木義左衛門が、二左衛門の名跡を預かっていたものとして、これを六代目に当てている。三保木藤松、藤松三十郎二代目三保木義左衛門の七代目、片岡二左衛門初代、浅尾国五郎の弟、1755837年。 はじめ二代目、中村十三の門人、後に、初代朝尾め、十郎の門人。二代目、二代門の創生後百年近くにわたって事実上は、耐えていた、片岡二代門の名跡を、天明八年に再興し、七代目を襲名。中村松助二代目、朝尾国五郎、山沢国五郎七代目、片岡二座右衛門八代目、片岡二座右衛門七代目の養子。 千八百十六十三年。はじめ七代目、市川團十郎の門人からその養子にまでなったが、後に離縁され、二代目、嵐役官の門人に。その後今度は七代目、二座右門の門人となり、さらにその養子になって、大名後を継いだ。市川新之助、見ます岩頃、嵐吉次郎初代、片岡ガト二代目、片岡ガド八代目、片岡二座右門蔵九代目。 片岡二座衛門八代目の養子、1839、72年。はじめ四代目、三松大五郎の門人、後に二代目、片岡画道の門人となり、その養子にまでなるが、三十代半ばで創生。死後三十六年を経た、明治四十年、十一代目二座衛門により、九代目、二座衛門が追贈された。三松梅丸二代目、片岡松之助。 片岡が藤蔵九代目、片岡二座右衛門十代目、片岡二座右衛門八代目の三男、1851、95年。イコジトマケンキが災いして、晴れ舞台となる、はずの二座右衛門襲名披露工業を台無しにしてしまい、そのことを気に病んで間もなく門死。死後十二年を経た、明治四十年、二代目、片岡が藤に、九代目二座右衛門が追贈されたことに、 ともない、それまで九代目だった、こちらは一代繰り下がって十代目となった。初代、片岡土之助、片岡松若三代目、片岡ガ道九代目、片岡二代右衛門十代目、片岡二代右衛門十一代目、片岡二代右衛門八代目の四男、1858、1934年。松島屋のお家芸、片岡十二州の戦者。自身が、 二代目、片岡がトに、九代目二衛門を追蔵し、それまで九代目だった亡き兄を十代目に改めて、自身は十一代目として、これを継承した。初代、片岡秀太郎三代目、片岡がト十一代目、片岡二代衛門十二代目、片岡二代衛門八代目の外孫で十代目の養子、1882、1946年。 戦後間もない食糧難の時代、食いぶちの少ないことを恨んだ住み込みの門人によって、妻、四男、女中二人と共に自宅で残殺された。片岡東吉二代目、片岡土之助四代目、片岡河道十二代目、片岡二代衛門十三代目、片岡二代衛門戸籍上は十一代目の長男、1 9九9 4年。ジップは安田財閥の二代目、総帥。 安田善三郎。裁判年は、盲目となりながらも、舞台を務め、人間国宝に。片岡千代之助四代目、片岡ガト十三代目、片岡二座右衛門蔵十四代目、片岡二座右衛門十二代目の長男、1 9 1 9十三年。二座右衛門代々の中では、唯一の新大山。斬殺された十二代目、二座右衛門の長男として、 我こそが、十三代目二座右衛門たるべきとの自覚から、本来は、五代目画道であるべきところをあえて十三代目、片岡画道と名乗る。親まであるがゆえに生前は果たせなかった、二座右衛門を、死後間もなく追贈された。片岡はじめ、片岡ひとし五代目、片岡露縁十三代目、片岡が道十四代目、片岡二座右衛門十五代目、片岡二座右衛門十三代目の三男。 1944年、当代、片岡隆夫15代目、片岡仁左衛門、ありがとうございます。